ドネツク州は、ウクライナの州の一つ。州都はドネツクだが、分離、独立派による同地の行政庁舎の選挙により、一時的にマリウポリ、後にクラマトルスクに移している。ロシア語名は、ドネツク州。ドネツク州は、ウクライナの東南、ドネツク高地、アゾフ海底地とドニプロ低地の一部の地域に広がっている。東は、 ウクライナのルハンシク州とロシアのロストフ州、西はザポリージャ州とドニプロペトローシク州、北はハルキウ州に接し、南はアゾフ海に面している。約300メートルの高さを持つドネツィク高地はドネツィク州の北東に位置し、河川と谷で刻まれている。西に行くと高地はドニプロ定地に変わり、南に向かうと高地はアゾフ海定地に変更する。 ドネツク州は草原地帯を中心に位置している。最高地点は331メートルのモフィーラ・コーストラ古墳である。気候は大陸性気候である。1月の平均気温はマイナス5、7月の平均気温は22となっている。平均降水量は500ミリメートルである。ドネツク州には石炭、岩塩、石灰岩、耐火粘土、水銀、 白亜などの主源がある。その主源は、ドネツィク石炭地区、スロブヤンシク岩塩地区、ノボライシク大仮粘土地区、チャソボヤルシク大仮粘土地区などを中心に採掘されている。遊牧民の石像。シャウディーカムーローシーウカバーフムトアルテモベ、ブフレダールブフレヒルスクボルノバーハビールイツイケビル、ヌイクビロゼールシケホールリューカ2001年、ウクライナ国勢調査によるデータ。 ロシア帝国時代、ソ連時代に、ドニプロペトローシク州の地域が、重工業地帯となっていた関係で、文化的価値を有する場所は少ない。伊藤孝之、井内俊夫、中井和夫編、ポーランドウクライナバルト市東京、山川出版社、1998年、9条7846億3441万5 0 3黒川雄二著。 物語ウクライナの歴史、ヨーロッパ最後の大国東京、中央公論新社、2002年、41億2101万6556、ありがとうございます。